りください。どうぞ。気分大丈夫ですか？ちょっと指失礼しますね。お体の中に酸素がどれぐらい流れているか確認する機械先につけさせていただきます。はい、酸素の方つなぎ替えしますね。こちらから酸素流れてくるのでつなぎ替えます。空気出てる感じしますか？はい、さあこちらですね。青い数字がお体の中にどれぐらい酸素が流れているのかを見てくるようになります。で、黄色い方が脈拍になります。こちら、少し下がってくるとアラームが鳴って、鳴ると看護師来ます。で、あと、ナースセンターの方にも同じようにこの数字飛んでいるので、もし何か異常があれば、また看護師の方がこちらに対応させていただきます。で、私もこの観客席の下のこのエリアをどんなに使えるのかな、これ本当使えるのかなって思ってたんですけども、来てみたらやっぱりその回収しただけあって非常に綺麗でですね、まさにこう今見たら、あ、これ本当になんか医療施設だなという感じがしましたね。そしてこれだけ短い時間の間に、あっという間にこの酸素の投与をする機械からベッドから全部パッと揃ってですね、非常にうまくこの準備が整っているなということを思いました。これはいざという時のためにはですね、非常に大きな安心のこういう砦になるというふうに実感を。